ビトデフェンダーとは、ルーマニアのソフトウィン社の開発、販売するアンチウイルスソフトウェアである。前身は1996年にルーマニア国内で発売された DOS アプリケーションのアンチウイルスエキスパートで、その後 Windows 版、Linux 版が開発される。2001年にブランド名をビトデフェンダーに統一して、世界販売を開始する。 その後企業向け製品なども投入し、ヨーロッパでは高いシェアを持つ。検出率の高さと独自のヒューリスティック機能を持つアンチウイルスソフトウェアで第三者機関によるテストでも常に上位に入る、高成績を収めている。サーバー向けからデスクトップ向けまで幅広い製品を展開している。日本での法人向け製品の販売及びサポートはカントリーパートナーである。 株式会社サンブリッジセキュアウェイクが行っている。Windows 環境向けに機能に応じて次の3エディションが発売されている。フリー版と異なる点としてユーザーの連動に応じたインターフェースの切り替え機能を常に常駐してのリアルタイムスキャンを行う点があり、仮想環境での振る舞い検知や通常時の振る舞い検知などの2つのヒューリスティック機能が備わっている。 さらにエディションによっては、ファイアウォールやバックアップ機能が追加される。Mac 環境向けに、次の製品が発売されている。UNIX 環境向けに、次の製品が発売されている。企業、教育、政府機関向けには2015年より、ビトデフェンダーグラビティゾーンが販売されている。これはそれまでの、クライアントセキュリティ、セキュリティフォーファイルサーバーズ、 アンチウイルススキャナー4ユニーゾズ、セキュリティ4エクスチェンジらを置き換えるもので、従来の法人向け製品はサポートが終了する2018年までに順次移行となり、販売は終了した。新しい製品では、OS ごとに分かれていたライセンスキーが一つとなり、シングルライセンスで Windows、Windows Server、Linux、MacOS をカバーする。 また分かれていた管理コンソールが統合され、シングルコンソールで全てのエンドポイント、サービスを管理するようになった。管理コンソールは導入時にクラウド、オンプレミスから選択するが、クラウドはビットデフェンダーが提供するクラウドサービスを利用し、オンプレミスは自分で仮想アプライアンスをダウンロードして使用する。製品はその利用できる セキュリティ機能に応じて以下のエディションに分かれているが購入後に上位のエディションへ再インストールなしに移行できる。またすべてのエディションでライセンスを追加登録することでパッチ管理とストレージ暗号化機能が利用できる。デスクトップ向け製品からファイアウォール機能などを省き30日間利用可能な無料版としてビトデフェンダーフリーエディションが提供されている。 アカウント登録をすることで30日間以上、無料版を使用することができ、Google アカウントや Facebook アカウントでの利用も可能である。英語版にもかかわらず、日本でも広く利用されており、有料版が日本語化され販売される2009年まで、個人ユーザーの間でビトデフェンダーといえば、フリーエディションのことを指していた。 アンチウイルスソフトウェアでは常駐監視機能を持つ製品を複数インストールすることは通常望ましくないとされているが、キュービとデフ e ンダーフリーエディションには常駐監視機能がなかったため、オンデマンド検査専用の第2のアンチウイルスソフトウェアとして導入する個人ユーザーも多かった。しかし、近年のマルウェアの進化に対抗するため、現在のビ i t DEFENDER FREEE e では 上中監視機能を持つ有料版と同等の上中監視モジュールを組み込むようになっており、以前のバージョンでの原理的に他のアンチウイルスソフトウェアと干渉しにくい、といった特徴は失われている。他に次のツールが本国サイトでは利用できる以下のツールは現在は提供されていないソースネクスト販売のゼロスーパーセキュリティはビットデフェンダーの OEM 製品である。 ビトデフェンダートータルセキュリティをベースにしている。使用する端末ごとに更新が無期限で保証される特徴がある。ビトデフェンダーインターネットセキュリティ2020の動作環境は以下のように公表されている。ビトデフェンダーアンチウイルス法、Mac の動作環境は以下のように公表されている。トータルセキュリティ以上を選ぶことで Windows、Mac 両対応となる。 2010年3月21日午前1時に提供された自動アップデートにて64ビット版 Windows 環境において OS のシステムファイルやビットデフェンダー自身のファイルをトロージャン、フェイクアラート5としてご検出し場合により OS が起動しなくなる問題が発生した。同日午前3時半にこの問題を解決したアップデートを提供した。ゼロスーパーセキュリティ特徴。 ソースネクストハットビットデフェンダー製品64ビット版製品でのご検知問題について、フォルティーアップデート464ビットオペレーティングシステムズ。ありがとうございます。